もうまたこれまたフェイスブックですか。これまたフェイスブック、ヤイズ TV のねトップページで生配信中でございます。また俺が出てしまってる。また俺に出ちゃってるよ ね。また出ちゃってるねえ。これでいいかな。俺デブ巻き、デブ巻き、デブ巻きチャンネル始めます。はい、というわけで、はい、どうもありがとうございます。嵐のような丸散歩の後は穏やかにお送りいたします、はい、デブ巻きチャンプルでございます。はい、どうもありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。前回あの前の番組に引き続きの、はい、あのクロマティがいます。早速使わせてもらってます。まるちゃん。はい、です。まるちゃんじゃないっけ。そうです。思ったんだけどな。何を。さっきやられた。さっきやられたね。これね、あの戦いだから早い、ね。そうね、早いがじゃね。あと忘れた頃にね、うん、はい、ごめんね、まるちゃん、うん、これ一応ごめんね、まるちゃん、ごめんね、うんうん、私の番組もジャックさんだから、ね、デブ巻きなんだからさ。あ、そうか。デブ屋さんも一応、うん、一応ホームはここだから ね、ちょっと覚えておいて。そうだっけ。ホームは丸散歩じゃないから、ね、そうそうそう、最近ちょっと勘違いしてるね、俺 ね、うん、ダメだね。あ、コメントが早速入っております。こんばんはだそうです。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。ありがとうございます。おお、来た来た。この人知ってる？どんだけ甘えん坊なんですかね。ねえ、甘えん坊将軍。星狩りだね、星狩り。ねえ、絶対本名じゃないので、うん、なんか面白いコメントが入ってますけど。はい。というわけで、今日のゲストはですね、はい、再びの登場でございます。はい。接客、また、接客しない居酒屋スローの橋本いおりくん、再び登場でございます。はい、はい、いらっしゃいました。どうも。いらっしゃいました。いらっしゃいました。僕ね、今日ここに来てる場合じゃないんですよ。なんかあったんですか？サッカー日本代表やってるもん。そうだよね。あ、申し訳ございません。そっか、そっか。ヤイズテレビが日本代表戦か、困るな。お前そんな困ってねえだろ。うん、でもさ、こういうコメントをくれるっていうところでも気持ちはこっちだよね。まあ試合の状況でね、だいぶ変わるとは思うんですけれども、ね、あいつの大真面目にサッカーを見てるとこ知らないもんね。あ、そうなの。え、今日私ね、全然サッカーのことわかんないんだけど、うん、今日どこ戦？トリニダード・トバゴ。トリニダーゴトバコ言えるわけじゃん。トリニダーゴトバコ、トリニダーゴトバコ、トリニダーゴトバコ強いのそこ、うん、そんなに。じゃあもう勝てる。勝てるかどうかはやってみて。あ、サッカー好きな人ってそう言うよね。そうやね。どんなに隠したの。いや、どんな勝負も野球でも、うん、そうですね、わからない。相手を下に見てはダメ、うん、そう。すげー、さすがだね。今日お酒飲んでないもんね、まともなこと喋れる。そうなんですよ。この間ね、行ってきたんだよね、まきちゃん。そうなの、ね、前回出てもらって、ね、なかなかね、皆さんの食いつきも良かったっ。そうそうそう、行ってきた、うん、すぐ行ったね、ね、真っ赤かなお店。真っ赤かでしたね、本当にね。行ってきましたね、うん、いろいろね。であの時接客しましたよね、うっかり。ね、うっかり。あの時、混んじゃったもんね。ね、ちゃっかりしてたね、接客ね。混んじゃうとしなきゃ回んないんですよ、うん、そう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 、良かったね、あの店ね。面白かったし、うん、メニューも豊富だし。本当にね、あの、まあ、前回のおさらいをすると、はい、まあ、接客しないっていうところがね、うん、どうしてかっていう、まあ、話をしない、うん、じゃあフードはどうすんのって、フードは出前しますってね、うん、びっくりワードが飛び出してね。本当出前でしたね。ね、本当出前だったね、うん、それも美味しい。美味しかった、うん、美味しかったね。だけど、うん、そのね、出前を頼んだ時にボソって言われたのを私は忘れてない、うんうん、何本当に頼むんだ。本当に頼むんだって言われて、あ、はぁって思って。こっちは 2,3 歩歩かなきゃいけない。そこも走るか。だけど座ってたじゃん。座って飲んでた。座って飲んでた。ていうかね、あの、まああれ結構遅い9時過ぎぐらいに行ったんですよ、ね、そうだね、うん、遅い時間なんです。そう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 。で、うん、でまあ行ったら、うん、私っちが着いた時はまだ誰もいなかった。一人、あ、隣の、ただカウンターに隣の店のオーナーが座ってた、うん、イケメンがね、イケメンが、うん、イケメン、そう、店長、店長、イケメンがいましたね、そう、座ってて、うん、あ、なんかありがとう、ジエさん。なんかまあいいや、後でご紹介しますけれども、うん、そう、まあすごいかっこよくって、うん、かっこよかったね。お客さんかなと思ったら隣の店のっていうから、うん、あーつって。だけど、まあ、ポテトを頼みたかったんだけど、うん、ポテトを頼むと、かっこいい店長さんがいなくなっちゃうわけじゃん、うん、結構私ね、ブじゃない。結構ね、私迷ったんだよ。だからでも大丈夫です、届けてくれるから、うん、そう、届け、うちは2,3歩歩いて、まあ、うん、ね、あの時はいたもんで、そのまま頼んだんですけど、うん、歩く必要も本当はなかった。そうだね、そうだね。確かに赤かった、あの店は。でポテトをね、頼んだくらいから急にいろんなお客さんが来てね、うん、そう、うん、そう、私びっくりしたのが、スロー で飲んでたらさ、10年ぶりぐらいに、あ、言ってたね、そう、会った友達、うん、
そう、フェイスブックではずっとつながってるんだけど、うん、実際会うのがねもう10年ぶりぐらいっていう、そう、あのすごい方でしたね、なんかね、そう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 、ね、うん、私のねミクシーをやってた時にね知り合った人でね、うん、ちょうどねあそうだね、今の仕事をやるかやらないか、今現在ね彼がやってるその仕事をやるかやらないかみたいな時に知り合った人なんですけどね、あの鈴木くんっていうね、またちょっとね、うん、あの時間を見て ね、 ね出てもらってね、今、うん、あのフードバンクをねあの、うん、やってる NPO でやってる代表の立派になりましたよ、すごいですよ、ね、鈴木くんなんですね、鈴木くんなんですね、常連さんなのに知らないでもそんなもんじゃない、ね、やっぱスローだね、フルまではいらないんですよ、うんうんうん、フルネームまでは、ね、呼べる故障があればいい、ね、ああそうだね、なんて呼んでる、和樹さん、ああそっかそっか、あ下の名前、下の名前、ね、私はねあのハンドルネームが南国育ちっていうね、うん、あのハンドルネームだった、あ南国南国って言ったもんね、そうだからね南国南国って、うん、言ったね、言ってて、うんうん、まあ今全部なんかこうねあの公共の電波でね個人情報さらけ出してる状態でね、うん、悪いんだけどね、俺も余分なこと言っちゃったから、いいよ全然大丈夫彼はねそんなことには動じないと思うんだけどね、すごくよくしてもらってる、そうなの、うん、結構来る頻繁に来ますよ、うーん、来るってことにしときましょう、なんかね、そうだね、うん、そう言えばまた来るよ、スロー盛り上がってないみたいで嫌だもん、いや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 、盛り上がってたね、すごい盛り上がってた、かなり盛り上がってたね、あそこね、ちょっとびっくりなんですかね、あの日は、うん、でも素晴らしいね、ここ先週とか今、うんうん、先週先々週は、うん、あの12時までトランプやって酔っ払うっていうしかも店員だけでっていう、へえ、お客さんはなしで、なしで、うん、暇だから隣の、ね、うん、イケメン呼んで、トランプやる、トランプじゃあ負けた人テキーラね、うん、みたいな、あありがちなやつをねやったのね、でもいいじゃない、なんかそういうゆるりとやって、うん、なんかね最近だからそういうここもそうだけどさ、やっぱ引き寄せってあると思う、そういうなんかこうねいい空気のところにさみんな人がやっぱ寄ってくるからさ、スローはそういうところだなっていうのは私はね、なんかもう目がチカチカするってそういうイメージがあったけど、それはなかったね、真っ赤っかだったけどね、そう真っ赤な、真っ赤には真っ赤だったけどね、うん、そうそうそう、今日ね写真をねだからね、うん、あのその時のそう模様をと思って今回セッティングしたんだけど、うんうん、楽しくてね撮りましたね、2枚くらいしか写真撮らなくて、そうよ、じゃあ最初はね焼津 TV の取材っていう体で行こうと思ったんだよ、そう入るところだからね、全然全然、ね、うん、ここが入り口ですみたいな、全然だっけね、全くなかったね、そんなのね、おいマキちゃん写真撮ってねえなって、あー言ってくれりゃいくらでも、はい、やらせて、どんどん後からやらせていくらでもできますよ、やらせっていう、ね、僕はそうだよね、あまあインスタとかもねやっててね、いろいろ上がってるもんね、うん、だいぶあ、ね、頻度は大体上がってますね、あそうだね、だって暇なんだもん言っちゃう、や面白い、面白いお店で、まるちゃん面白いお店、そう、ね、うん、写真見る限りは、うん、楽しかったんですけど、うん、楽しいこと以外は何も伝わらない、そうでもそれが、うん、それが一番大事じゃない、2人だけで笑ってるの、え、だからお店の写真も2人のドアップで違う、そうなんだけど、うん、どうせバッグは赤いし、うん、どうせってどういうことだ、だから引きにしたってアップにしたってバッグは赤いんだから、うんうん、いいじゃん、なんだ単なる逆切れか、おいしい取材のなさんのなしぶりをなんだ逆切れか、もうなんか持ってきてやって、まるちゃん、うん、お腹すいたんだと思う、多分まあまあまあ、まあ、いいんですよ、そんな感じでね、まあ週末ね、うん、金土ってやってるスローなんですけども、そうです、私たちが行った後に何かあったんだってね、こないだ来たね、ね、何が来たの、こないだ行ったって書いてある、うん、こないだ来ましたね、うん、4人で来たね、うん、はい、以上です、何それ、えコメント、あこのコメントに対してこないだ行った、ね、あ4人で来たね、ありがとうございます、何かあったんですか、そう、何があった、うん、ちょっと重めな話、あ重め、いいですよ、いいです、大丈夫ですか、いいですよ、いいですよ、こんなところで、うん、いいよ、まあ、平日やるってことなんですけどね、あこれから、うん、全然重くないですけど本当はもっとあれ構えちゃったっけ、今何言われるのかなと思って、ね、ザクシューと平日やる、うん、週末もやるの、週末もやる、じゃあ毎日やるってこと、そうです、基本的にあのちょっとオーナーが金欲しいかったのかなよく出ちゃったね、よく出ちゃったよく出ちゃったね、あそうかそうかそうかでも出前、いやあのーうん、たまたま
あの別のお店をやってた子が、うん、あのフリーになりそうだった時に、うん、あの声をかけたら、うん、えじゃあ平日空いてるならやらせてもらえませんかってことで、あ平日に家賃回収、光熱費回収、あ週末遊んでられるぞ俺らはそんな感じ、たったそれだけそんな感じで、じゃあ平日お願いしようか。僕も今ねフリーなんですよ、クビになったから。なんで、え、何、何の首、あれそうだよ、来ない、来ない、来ない、もう、じゃあネタネタ、今ネタ、ネタ消してる、今そうだね、うん、まあ、そうやって言われたら私も首になってた、ね、あ、そうか、そうだっけね、お互いにね、まあ、いや、大体僕、うん、僕も週末行きはするけど、大体早い段階で首になってね、酔っ払ってない自分から座っちゃってるじゃん、うん、この間の金曜日は潰れて、いびきかいてねえってそんな感じの店だよね、うん、本当に強敵のトランプがいたもん、トランプマンが、トランプマンがトランプにやられた、やられたっすね、やられた、テキーラで、その次の日はオーナーが潰れたもん、うん、同じトランプマンに同一人物にやられたってことね、2夜連続で巣を潰されるいろんな意味で潰れちまうわ、でその、うん、そのトランプマンが平日やってくれるんですよ乗っ取りじゃんそれ、完璧乗っ取りじゃんねでその打ち合わせがあってら2日連続話しに来ててくれて、お客さんのいない時間にやっぱ暇になったもんでトランプ見えちゃったんですよね。最強のゲームやりますかと人をダメにする魔のゲーム、あのゲームだね、うん、私見事あの現役スロー組が潰れる話し合いになんないじゃん、ならないよね、あそうなので、うっかり決まっちゃったんでしょうね、あそういう、うん、もういいよ、ま、やろうやろう、まあ大体酒で決まるよね、いろんな大事なことがね、大事なことはそうです ね、それは前回も話したけどさ、うん、まあそれで、え、それでじゃあ平日営業っていうのはもう始まってるの、もう今月から、あ実質1日の日曜日から、はい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 、え、日曜日もやってるってことじゃん、日曜日もやります、あ日曜日もなんか 平日枠になるってことじゃん、そうです ね、 そうだね、だっていおりくん、まあ、お店自体はただ人が、ね、違うだけ、二部制っていうか、あの二組制っていう、ああお店の名前は一緒、同じお店で別、うん、要はちゃんとやってる平日組と、うん、ちゃんとやってるダラダラやる週末組と、まあ、今まで通りの今まで通りのね、でもそのメリハリちょっと私は面白いような気がする、で俺はすごい好きな、まあ、のドストライクの店だっけね、そうだね、うん、デルちゃんは、ね、俺は良かった、飲めないんだけど、うん、楽しんでたよね、うん、すごいね、ああいう感じは大好き、ね、自分が目指すとこだね、うん、うん、そうだね、ああいうのはいいね、本当言ってもらいたいね、みんなにね、こう誘惑じゃ伝わらないからさ、でもね、あんまり忙しくなるとほら、うん、あそうか、嫌なんだよ ね、俺もそうだから、だから平日に行ってもらって、うん、あのたまにちょっと遊びに週末にね、うん、でもね、やっぱどうよ、まだ僕平日見て行ってないんですけど、でももともと僕も行ったことあるお店の子なんで、うん、お客さんもものすごい持ってるっていうか、なので、じゃあそこから下手すりゃ平日の方が売り上げいいんじゃねえのかってだって僕ら働かないんですもん基本的に、ね、で注文は取るよみたいな、そう、ね、でメニュー表はあるんでちゃんとそうメニュー表はある、そう、お、すげえ美味しそうだな、あ注文しますよ何々ねで混んできちゃうとちょっとパニックってやんなきゃね。あたふたし味、そうそうそう、あたふたしてたね、これ行くしかないよ、本当行かなきゃね、伝わらないこれは、そう、うん、だからね、本当に行ってね、どんな写真撮ったってもね、うん、行かなきゃやっぱね、そう、わからないね、わからないよね、実際行かないと本当に面白い店だよね、そう、で本当にいろんな人が来て、うん、でも初めてっていう人もいたよね、あの時お客さんの中で多分いたんだよ、初めてのお客さん、うん、初めて来ましたとかって言った、酔っ払ってるもんでね、よくわかってないですよね、そうだけどすごいフレンドだけど、ドア開けて帰っちゃった人もいたっけね、いたね、いたいた、ね、みたいな感じでね、そうだってまずは怖いんですもん、うん、真っ赤のお店で大人たちがわちゃわちゃ騒いでるだけですそれはまともな人間ちょっと引くでしょ、まともな人間なんかの集会かと思っちゃうよね、あコメントをいただきました、あれ彼は7月1日からじじじ、これ俺昼間の仕事のは、ね、新しく来る人が7月1日から来るっていうだけで、あ、うん、完全にこれ会社の人だね昼間の仕事と夜のあれが混同しちゃってる感じね、そうそうそう、あ7月1日が来るよけどね、うん、けどね、スローが6月1日から、今日はねスローの話ね、ね、そう
昼間はね、だからそう今のねバシバシコメントくれてる方と、うん、同じ会社の人、そうですね、うん、今度一緒にここ出てもらってじゃあ出ましょうか、和田博則にね、ね、面白そう、なんかコメントがやっぱ面白い感じ、面白そう、楽しそうだね、あ、昼間いいですね。昼間営業、うん、どうするんだって、僕は僕は家賃収入。昼間営業、ね、全然あのオーナーが良ければ、うん、僕はもう何でもいいと思ってるもんね、うんうん、あ、やらせてもらえば昼飲みね、昼飲みね、うん、コーヒーとか出せるね、でもさ、あそこね、違うの、うん、1個、私が言っちゃっていいのか分かんないけど、うん、料理を作るスペースね、そう、スペースがないね、うん、そうないんです、あ、あるんですよ、あるの、隣のお店に出た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 、あるにはある、隣のお店に、うん、あるんだ、うん、確かにね、隣のお店で料理して出せばいいってこと、だったら隣のお店昼間買った方がいい、その隣のお店昼間やってるもんねオーナーのお母さんが、あ、そうなの、ランチ営業やってる、へぇ、行ってみたい、美味しいスパゲッティを、おー、いいね、スパゲッティ食べたい、行こうか、この年、ね、いいね、ちょっと偵察がてら、うん、いいね、でちょっとイケメンはいないんでしょ、でもイケメンはあのイケメン、昼間はいない、イケメンのお母さんがいるから、うん、イケメンじゃなくて、あ、イケメンさんじゃない、オーナー別のオーナーさん、あ、そうか、オーナーさんのお母さんがいるからね、うん、イケメンは店長だからね、そうだっけ、うん、もうなんかオーナーはあそこの隣のお店のオーナーは、うん、お店自分で持ってるのに、あの普段はキャバクラのボーイしに行くっていうどういう関係性なんだろう、別のところに稼ぎに行って、ね、イケメンに任せて、うん、で終わりと同時にキャバ嬢と帰ってくるってすごいシステムだなと思って、わけわかんないね、尊敬するシステムだな、関係性が、ね、あの4階だけが自由なんでしょうね、きっと、もうあそこ全体が自由なんじゃない、あのワンフロアが一つのお店みたいな感じだよね、もうそうだよ ね, ね、もうね、名前は違えどね、そう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 、うん、そんな感じしたもん ねリビングと寝室みたいなもん、ね、そうそうそう、そんな感じそんな感じどっちも落ち着かないね、うん、いいね、なんかそんな感じで、じゃあ、うん、あの平日もなんで、うん、実質夜はお休みがないと、ない状態になるんで、あ、お店、まあ、お店がね、まあ、出る人間の気分次第じゃないですかね、あ、そう、そういうスタンスは変わらないね。じゃないですかね。そうっすか。うん、いいっすね。なんかそういうね。そうなんですよ。ね、なんか浸透しましたけど。いや。あとなんか変わったこととかなんかないですか？ね、オーナー2人体制が1人体制になっちゃったよね。ああ、なんか最初言ってた。東京の子が。うん。やっぱやりきれなかったんでしょうね、うん、月の半分静岡に帰ってくるなんて、うん、だって自分が出勤してきて立つのだけまず交通費稼がなきゃいけないですから、そうだよね、そうだよね、ってことで、まあ、いろんな相談をした結果、そのもう一人のオーナーに全部権利を売り渡して今一本化やってるもんで、うん、思った以上に僕出なきゃいけないんですよ、夜出たくないのにねすごいよ、辛いんですよ、うん、いいじゃん、毎週飲み行ける、出るのはいいんですよ、ね、ただトランプマンが怖いんですよ乗っ取られそ う, もう でもさ、トランプマン今度さ平日そこであれだからわざわざ来ないんじゃない、よりくんちやってる時に来んのかな、わかんないですね、そしたらまたあれだよ、ケチョンケチョンにやらせてさ、そう、ほんで週末も乗っ取っちゃうかなみたいなね、そう、うん、知らない間にあれだよ、話が進んでさそしたらいいじゃないですか、オーナーがいて、うん、その子が店長やって、うん、僕酔っ払いやればいいだけだそっか、ま、次来るときはまた話が変わってるかもしれないねいや実はこの間、うん、定位置に座って酔っ払ってるだけでいい、うん、でもそもそもはそういうあれだもんね、目的としてはね、スローの目的はね、お金儲けをしようっていうことよりも仲間内でみんなで飲める場所を、ね、家飲みみたいな感じでね、ただ週末あんだけぐだぐだやってると家賃も稼げねえからちょっとやべえぞって思ったわけです危機感を感じた、ね、でもこの間行った時はさ、もう家賃分稼いじゃったからいいんだよ言ってたじゃん、結構だって途中でラーメン食べ行かなかったあの時あー、僕ラーメン食いに行きましたラーメン行ったけどいなくなったよ ね, そうだね、ちょっとラーメン食いってくるっていなくなっちゃったよね、あれどこのラーメン食べたの、あれラーメン食べずに帰ってきたんじゃない、行ったらすげえ並んでた、ね、友達も来てたんですよね、うん、偶然、うん、でラーメン行っちゃったもんで、うん、すっげえ羨ましいなと思ってもうラーメンも、ね、食いてえなー、仕事中にラーメン食いちゃってね、いいしようと思ってラーメン食って戻ってこうと思ったら、うん、すげえ混んで、さすがに待つのは嫌だと思って、うん、そうだそうだ帰ってきたんだ、そうだ思い出す、友達のちょっとそそってるから結局そういう感じにね、俺もデブやそうしたいや、
あでもそんなラーメン食いたくなったら食い行く。行ってるよね。あんたいないじゃん。元々そう。何そのあんたがもう知ってるふりになる。そうイベントでね、リブワゴンっていうこうあれが出て。あんたチンチン鳴らしても来やしない。チンチンチンたちも知らねえ知らねえって。もしもし見ないようにするからね、俺ね。見ないようにするから。お客さん呼びくるよ、俺デブ屋さんってね。以前2回まで上がってきたっけ。やっと見つけだったもんね。だからさ結局似てるんだよ。そう2人だからいいんだよ俺あの店が好き、うん、大好き。そうだね、うん、だからタイの俺ほんと理想だよね、うん、やりたい昼間借りな、うん、どうせクリビンクビになったから俺やるかな。うん、うん、そうだね。ねえ、うん、なんでクリビンっつったよ。ただ閉じただけです。クビになったからね俺、うん、ね。まあそれはまあいいんですよ、まあ、そんな感じでですけど。そうそうそう、うん、あと残りが5分となりました。早いね。なんかちゃんとなんかあ高丸はイケメンの隣の、うん、ああ高丸人気者だ、うん、ああ高丸さん、高丸さんって言うんだよね。本名は中山高丸。あまた個人情報、また個人情報流しちゃった。それでも盛り上がったよね。え本名なのって。そうあの源氏なか何かかなって思って、うん、それぐらいかっこいいのよ。そう、ね、かっこよかったね。写真撮ればよかった、ね、だから隣もすごくて、うん、僕今度7日の日昼間の会社の飲み会でビアガーデン、うん、雨っぽいから、うん、18人どうしようと雨降った時に、うん、急遽、うん、急遽18人入れるお店なんてなかなかないじゃん。あそうだ、ね、今週末、はい今週末。あ今週末、うん、で隣にちょっと相談して、うん、予約じゃないんだけど何人ここ入れるって言ったら20人ぐらいいけるんじゃないですか。あそんな入れんだ。でビアガーデンなんだけど雨になったら、まあ、当日になっちゃうんだけどね1人4000円なんだけどもおいいっすよ。すごい。予約できないよと。もう全然いいっすよ。飲み放題とあ12時ぐらいまでいいっすよ。うち店入んないまで食べる。隣もそう。隣もあるの。本当軽いな。夕方連絡もしね判断できてくれれば何とかしますよ。素晴らしい。だけどそれをさ全然知らない人がさ言ったらまたあれでしょ。まあ多分そう。高村さんの反応は違うよね。だからそういうこう気心が知れてるからさ、やっぱあれなんだ。さあでもさすがに無理かなと思ってやるんだと思って。でももう言ってる時点であれでしょ、もう OK もらえる。で幹事の人にそれを一応こう抑えるとこはできたんでって言ったら、ヒーローになったんですよ僕。すげえ。18人急遽抑えれる、すげえ。そのかしね、そこもねそんな広くないんで、うん、あのね、まあ、課長とかとこんな状態で飲まないと美味しいかどうか酒飲んだ気にならないです。やりづれやりづれ。いやいやいや、そうやってね密着してね、あの肌と肌で触れ合ってね、あの交流を深めていただければ好きじゃないですか。いいお店だよ本当に。そうなんですよ。そうなので、でも来ないと分かんないその良さ。そうなんです。本当本当口で言うばかりじゃ分かんないからね。写真撮ってきてもらっていい、ちゃんと。次回はそうします。じゃ一緒に行こうよ本当ね。なんか面白い。そうなんです。前回行けなかったね。なんかデブ屋の箱バージョンみたいな感じだね。自分の店が全部よく映ったなんかね、ちょいちょいそういうのね、なんか乗せてくる、乗っかってくるよね、この野郎。まあ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 、そんなわけで、うん、じゃあ最後にいおりくん、そのじゃあお店の場所をまた説明してもらっていいですか。どうやって説明すればいいですか。場所は静岡市の両替町になります。第二角出ビルで検索してもらえれば、そうですね、出てきます。第二角出ビルの4階、はい、4階です。目印としては青葉通りに江崎新聞店のビルがあるんですけれども、その隣にですね、サウナ敷地って書いてある大きい看板がねついてるビルがあるんです。そのビルが第二角出ビルというビルになります。でそこにエレベーターがあるので、エレベーターに乗ってもらって4階に、ここだよ。あー出ましたね。一番手っ取り早いかな、この看板目印。そうこの看板、あそう、これがねサウナ敷地の看板でね、はい、そうで4階に上がってもらえばもう赤い看板が直結、うん、なんか来ちゃったよ、ダメだよこれ。まあそんな感じで、あの分からなかったらまた私かデブちゃんに聞いてください。そうですね、うん、あの行きたいよって言うんだったら、あみんなで一緒に行こうよ。そうしましょう、ね、うん、じゃあうちあの団体は隣が20万名だから30人ぐらいまでは行ける。そうですね、たっぷりで確か、うん、30人ぐらい何とかします。ほぼ隣だからね、だけど30人のうち20人はあっちだから、うん、
そう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 、まあそういう感じでですよ、うん、もうお時間となりましたので、うん、またいろいろなんか近況報告ありそうだねこれからも。あ、まあ、うん、常に走り続けたろ。ゆるくね、ゆるく、いいねいいね、わけわかんねえな、うん、というわけでお時間になりましたので、うん、以上デブマギチャンプルスローの橋本伊織くんでした。また来てね、ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひお店行ってくださいね、本当いいお店。人にサービスは、うん、それは行ってからのお楽しみ。甘えんな。次はハックルさんです。お願いします。お願いします。